来たね。お召し替えの準備は整ってるよ。でもその前にあんた、なんでも屋のクラウドだってね、五番街では随分ご活躍したって噂だ。人間働いてなんぼ、働き者には福が来るって言うだろ。人助けの縁は巡り巡っていいことがあるのさ。エアリスにはとびっきりのドレスを用意するから、楽しみに待っときな。さてと、話はここまでだ。着替えたら街の外には出られないけど、始めちゃっていいかい？そうと決まったら早速取り掛かるよ。女の支度は男が思うほど楽じゃないんだ。そうだね。その間あんたは女面じゃできないこともあんだろ。今のうちに遊んできたらどうだ。思ったよりこの町に馴染んでるようだし。安心しな、あんた一人で時間が潰せるとは思っちゃいないさ。男のことは男同士、サムに話をつけておいたからね。勝手に話を進めるな。煮え切らない男だね。せっかくの機会さ、そのふぬけた男っぷりもついでに叩き直してきな。さてと、それじゃエアリスついてきな。どんな服かな、楽しみ。服だけじゃないさ。そうそう、その素人臭い化粧と髪もがっつり手を入れるからね。わお、じゃあクラウド、後でね。覗くんじゃないよ。よう、マムから話は聞いてるぜ。女連れでチャンピオンになっておいて、今度は女の留守中に夜遊びとはな。は？残るなって。どうせマムにケツでも叩かれたんだろ。まあ確かに兄ちゃんはなんつうか腕っぷしは強いんだろうが、どうにもな。あこの機会に一発の男としていろいろと経験を積んどくのも悪くねえだろう。守りたい女がいるならなおさらだ。ちょうどあんたにぴったりの話がある。どうだ、乗ってみるか。ただの暇つぶしだ。その息その息、頑張ってこいよ。なんでもや。待ってたよ、クラウド君。ようこそエクササイズジム、ダンダンダン。トレーナーのGなんだ。
突然で申し訳ないんだけど、うちの会員と一勝負お願いしたくてね。本気ですかボス。こんなピヨピヨ君一瞬でむしり潰しちまいやすぜ。やる前から決めつけるのは良くないな。じゃあクラウド君、準備ができたら声をかけてくれ。重要なのは忍耐と持続。ここまで来るには汗だけじゃなくて。勝負する気になってくれたかい。並びた中スタンクのごとき筋肉で俺に挑むとは後悔するなよピヨピヨ君。無駄口を叩かない。勝負の方法はこのジム伝統のスクワット対決だよ。じゃあ早速始めるよ。覚悟はいいな。その調子だよ。美しいフォームだ。このまま続けていこう。いい感じだね。このまま続けていこう。その調子だよ。美しいフォームだ。素晴らしいね。その調子だよ。このまま続けていこう。いい感じだね。美しいフォームだ。このまま続けていこう。いい感じだね。その調子だよ。素晴らしいね。このまま続けていこう。いい感じだね。美しいフォーム。その調子だよ。美しいフォーム。素晴らしい。いい感じ。このまま続けて。その調子だよ。美しいフォーム。素晴らしい。いい感じ。素晴らしい。美しいフォーム。その調子だ。このまま続けて。さあ、もう一度。当然の結果だ。なぜなぜこんな貧弱な筋肉しか持たぬピヨピヨに。筋肉は量じゃなくて質だ。電話そうやって見た目で人を判断する。その慢心が君たちの弱さでありクラウド君に負けた理由だ。この子たちの目を覚ましてくれてありがとう。巻き込んですまなかったねクラウド君。君はもうこのジムにとって兄弟も同然だ。体を動かしたくなった時はいつでも遊びに来たい。一緒に素晴らしい肉体と精神を手に入れよう。うわここから10回、この10回がシックスパックを作る。切れてるよ、ナイスカット。伝説いらっしゃいませ。何かお探しの商品が。ん、あんたが例の何でも屋か。頼みたいのはあれだ。居酒屋で飲んだくれてるうちの親父を連れ戻してほしくてね。すぐそこの
酔いどれって店にいるから、よろしくな。クラウドさん、サムさんから話は聞きました。ティファを助けるためウォールマーケットについて勉強中なんですよね。ここはこの町の先輩である俺にドーンと任せてください。さあ、まずは依頼をこなしてみましょう。酔いどれはこっちです。酔いどれ、酔いどれ。ただものじゃないはずだ。常連さんが多い店ですから、入るときは。ちょっ、そんなずかずかと。大人の世界にはいろいろとしきたりが。待ってくださいよ。どうもどうも、私シンラレコーズからデビューしたもののヒットには恵まれず、苦節7年、今も地道に営業を続けている歌手でございます。こちら新作なんです。よろしければどうぞ。この歌声は世界に届くわ。僕とダンス勝負しない？私強いわ。あんたが親父だな。ああ、わしの息子はこんなアホ面だったか。アホ面だと？とにかく俺と一緒に店に帰ってもらうぜ。いやじゃ、わしはもうダメなんじゃ。そんなこと言うなよ親父、俺力になるからさ。おお、本当か息子よ。実はマテリア屋の店主に賭けで負けての、わしの大切なインスピレーションを奪われてしまったんだよ。インスピレーション。あれが帰ってこない限り店に戻る意味はない。わかった。なんだかよくわかんないけど、そのインスピレーションってやつを取り返してくればいいんだな。待ってろよ親父。ほら、お前も行かんかい。君がやって入ったことないんだよな。お豆のポップコーン。出禁の客も多い。よく見張っておかないと。どうした？マテリアや。なんだあんたたち。福屋の親父のインスピレーションを返してもらおうか。
インスピ？ああ、あれのことか。でもあれは俺の戦利品だぜ。ただで返すわけないだろ。な、何？でもそうだな。頼みを聞いてくれるなら考えないでもない。なんだよ。兄さんたちを男と見込んでの頼みだ。うん。宿屋の自販機で買ってきてほしいものがある。あれだよ、あれ。宿屋、自販機。あれか。あれって？野暮なこと聞くなよ。んじゃ、よろしくな。自販機のあれ、見破るのはこの俺だ。感じる、感じるぜ、危険な夜の気配を。秘密の領域へ、いざ参らん。頑張ってこいよ。なんでもよ。お兄さんに二人のお部屋ご用意できてますよ。は？いやいや、止まらねえし。ああ、逆じゃねえなら何の用だよ。どうにかならないのかしらね。これって全部ほら。ジンラの輸送艇ゲルニカ。あれ欲しいな。あれはなんていうの？また僕の仲間が変わるんだよ。俺は嫌いじゃない。60式戦車に13のロケット。あ、一人で行きですか？俺の豊富な知識がなくちゃ自販機の秘密は見破れませんからね。あった、この自販機ですよ。ぱっと見は普通の自販機だが、しかし教えてあげましょう。いいですか、この手の自販機には秘密のボタンがあるんです。どこに？それは秘密ですから。これまでの知識や経験を総動員してこうズバババッと心の目で見破るんですよ。俺を誰だと思っている？このくらい簡単に見破れる。おお、自信ありっすね。あれってただのこれ？大当たり、おまけだよ。びっくりした。一応目的は果たしましたし、マテリア屋に戻りましょう。クラウドさん、早く早く。俺たちの戦利品、ババン。おお、待ってたぜ。さあさあ、クラウドさん、あれを。あ、なんだこりゃ。え、やっぱり違うのか。兄さん、なんつうか悪かったな。無理に頼んじまったみたいで。大丈夫、これからだって経験は積めるさ。その、なんていうか、俺にできることがあったら言ってください。さてと、約束の物だが。悪い、実はもうここにはないんだ。ああ、だから悪かったって。今は確か T
定食屋の親父が持ってるはずだ。でもまあないなら仕方ない。急ぎましょう、クラウドさん。さてと、やる気も出てきたし、マテリアも磨いてやんなきゃな。ほら、用が済んだなら出てけって。定食屋、定食屋。腹減った。あっちの路地裏からも美味しそうな匂いが。いやいや、今は定食屋、定食屋。いらっしゃいませ。お好きな席へどうぞ。なあなあ、あんたマテリア屋から例の物預かってんだろ。マテリア屋？ああ、あれのことか。兄ちゃんたちも物好きだね。そんなことより、あんたら料理は得意か？いや、全く。最近なんか料理の味がぼやけてんだよな。なあ兄ちゃん、原因は何だと思う？火力か電気か冷蔵温度あたりだとは思うんだけどよ。考えられるとしたら何だ？原因は漏電とか。あちこちボロボロだし怪しいぜ。おう兄ちゃん、イカズチ。いや、電気にうるさい口か。にしても漏電って怖いこと言うなよ。一応点検しとくか。とりあえず配電を見直してみたんだが、調子良さそうだな。えい、お待ちだ。いただきます。おいしそうに食べてたから感想を聞きたかったのに。でもあんたのおかげで助かったよ。これお詫びと薬や商品クーポン。彼に薬でも買ってあげて。薬屋はどこだ。道を開けてくれ。はマテリア屋から預かったものは改善できるとすりゃ、あとは調味料か。この前ウータイから取り寄せたスパイスはどこにしまったっけな。薬屋が先か。あんた、こいつの連れか。まあな。お、あんたクーポンを持ってるのか。とにかく中へ入ってくれ。たく、今日はやけに病人が多いな。こいつ以外にもいるのか。ああ、薬の注文が立て続けに入ってね。ちょうど配達に出るところだったんだが。気持ち悪い。こいつを置いていくわけにもいかないしな。そうだ、あんた代わりに薬を届けてきてくれないか。その格好軍人さんかなんかだろう。治療の経験もそこそこあるんじゃないかと思ってさ。
助かるよ。そうだな、あんたに任せられそうなのはこの薬を届けてくれ。一人分だ。依頼主はそのあたりで倒れてるはずだ。症状を見て合う薬を渡してくれ。まだ無理。おかしいな。研究のためならどこにでも赴く覚悟ですが、進捗はクラウドさん次第です。ご協力をよろしくお願いしますね。クラウドさん、新たな仮説を思いつきました。こちらのデータ提出のご協力をお願いしますね。クラウドさん、新たな召喚マテリアのバトルレポートを発行しました。召喚獣を倒してマテリアを完成させてください。